どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グールインボーク最強降臨オール討伐クエストの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。原作再現ということでハイセを全員集めてみました。で、熟練度はこいつが 40% で死神は、100% で暴走メンターハイセが60%でリニューアルチョコン配られた SR ハイセが 100% ということですね。こいつのスキルは何だったかな。味方さんへの攻撃力バフ、ああなるほどね。またこいつのバフだね。で、敵がグールなんで、こいつのですね熟練度 100% にしておくと、グールキラートリプル S マイナスという固有アビリティが発動して 1.8 倍攻撃力 1.8 倍の、強力な、ね、バフがかかるんですけど、まあ、発動しきれてないということです。で、まあ、こいつの持ってる、炎水草のキラーも、まあ、相手闇属性なんで意味ないと。まあ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 、いやワンタンキルはきついかもしれないというか多分きついだろうな。まあとりあえずやっていきますか。まあ暴走メーター配正がね 100% になってればなんとかいけたのかもしれないんですけども、じゃあとりあえず配正を貯めたいんだが、あ、配正これでぐらい貯まるんだったらあれか、今ここで殴らなくてもいけたかな。暴走の方で殴ればよかったかな。かわれ。OK。油断しない。ここでクリティカルが出ればワンチャンある。あれクリティカル出てこんだけ？こんなもんなのかな？いやこれで持っていけるか？ワンタンキル。なんとか。頼む。スイ。よし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 。いいね。なんとか今回も、前回あれかな、トリプルハイセでやったのかな。はい、ということでですね、今回は最強降臨オール討伐クエストに、原作再現ということでですね、すべてのハイセ、これ全部だよね、実装されてるハイセ、あ、全部持ってると思うんですけども、まあ、僕ハイセ好きなんでね、ハイセピックアップされた時にはすべて引きたいと思ってるんで、まあまあこの2つがね埋まるといいですね。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。